大さん、ちなみに今日 HKS18 の、予定はどういう予定ですか？予定はですね、今現時点で筑波のレコードホルダーではあるんですが、目標はね58秒か。ただ条件が悪い。ボディは軽量化メインで加工してまして、今車重がおよそ1100キロ程度になってます。ターボつけたり後からつけてるものもあるので、まあおよそ今軽くなってるのは200キロ弱ぐらいは軽くなってるのかなっていうところがあります。でエンジンミッションは完全にノーマルの状態です。でそこに、うちの GT3RS のタービンキット、あの ZN6 型を基本的にはそのままつくことはつくんですけども、まあ、各馬の干渉等がありますので、その部分は今はワンオフで加工させていただいて車両に取り付けています。で制御自体は、FCON IS を使って波及領域の制御をして、実際はブーストは今コンマ6ぐらい、かかっているような状態です。馬力は400馬力弱、駆動系は基本的にはノーマルです。ただデフだけ、LSD 社外品を入れさせていただいてます。まあ、室内は見てもらうとすぐ分かると思うんですけど、まあ、基本的にはドン柄の仕様です。助手席もありません。足回りはですね、商品で出てますハイパーマックスマックス 4SP をベースにちょっとレートアップをして、まあ、それに合わせて減衰を微調整しているような状態です。でアーム類も基本的にはノーマルで、ブッシュのみピロに打ち替えているような状態ですので、ジオメトリー等は特に変更はなくて、まあ、そのあたりもこの車を走らせたところをベースで商品の方にフィードバックしているような状態です。ブレーキはエンドレスさんからモノブロックのキャリパーがついています。タイヤホイールは横浜ゴムさんのタイヤがアドバン A050-295-358 の GS コンパウンド、ホイールがアドバンレーシング GT ビヨンドのホワイトで 11J を履いてます。エンジンフィーリングはやっぱり速い感じですね。コーナーの立ち上がりのピックアップもすごく速くて、59秒1も出ましたね。7秒いけそうですか？いや欲しいところはアンダーで、はい、欲しくないところはオーバーになるんですね。いわゆるターンインとかはアンダーなんだけど、踏んでいくところとかはオーバーなんだよね。前回走った仕様からリアの車高を7ミリ下げてきたっていうから、なんかそれがいらない気がするから、リア車高を上げてくれって言ってる。リア車高を上げたら通って開く。今それ調整してないよね。もうリアがフラフラなんだよな。もうこの後もう一回やろうか。それだけ、うん、ちょっとリア等やって、はい、見えましたね。57で可能性はあったね。今の2周目が8秒3だから、1周目にちゃんといけてりゃ7秒いけたかもしれないけど、
今はね、リアがフラフラするだけが変わって、ノーズの入りとかは変わってなくて、リアの、接地感もうちょっと欲しいってことだったんで、その前に一枠目でフロントの接地感が欲しいってことでリアの車高を上げたんですけど、でフロントに荷重をかけて、やったんですが、そうそれに伴ってリアが今度抜けすぎちゃったんで、リアの塔をインにして、あとは若干ブーストを上げました。これで多分コンマ1弱上がると思います。良くなったけどタイム上がんなかったね。まあ微妙に上がりましたけど、329が311になって上がったね。さあ、HKS GL86、筑波のアタック終わりましたけれども、本日のタイム58秒311、あの前回の59秒5からですね1秒2のタイムアップをしました。